今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。今日はスタバの新作発売日です。せーの、じゃじゃん。本日11月1日からチョコレートストロベリーフェスティブフラペチーノと新フードがたくさん出ております。いや、本当にたくさん出とる。いや、今回の新作もめちゃめちゃ美味しそうなのが大集合したということで、早速食べていきたいと思います。せーの、いただきます。というわけでね、今回フードは多分9種類で取ったんやけど、サラダラップだけなくて買えんかった。10種野菜&生ハムサラダラップってやつなんやけど、多分絶対美味しい。このサラダラップ微妙だなと思ったことがマジで1回もないので、今回も絶対美味しいであろう。というわけで早速ドリンクから。こちらチョコレートストロベリーフェスティブフラペチーノ。ストロベリー果汁を加えたチョコレートソースとゴロッとした食感のストロベリー果肉を使っとる。上にはクーベルチュールチョコレートのフレーク。絶対美味しい。紙ストローや。では早速いただきます。混ぜ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 。なんかあれや、一口目飲んだらあのアポロっぽい味に感じた。もう一回、なんかチョコソースかのアポロっぽい気がする。いちごの果肉も美味しい。上のホイップと削ったチョコ激うま。ここの部分一生吸いたいまである。食感が良き。チョコの甘さといちごの甘酸っぱさとチョコの食感とホイップの甘さが最高。最高要素が多いね。これここにサンキューって書いてくれてる。こちらこそサンキュー。でね、これ買う時に店員さんにメッセージカード入れときますねって言われて、私ははーいって言ったんやけど、帰って見てみたらね、見てこれ、あのいつもありがとうございますって書いてた。ついに店員さんに覚えられた。新作出るたび全種類買っていっとるけんさ、普通にいっぱい買う客として覚えられたのか、私のこの活動を知っているのか、どっちかなと思って、私の中でも思考が巡り巡っております。めっちゃ脳内推理始まってる。言っとったら美味しすぎて半分ぐらい飲んだ。次あったかいやつ飲みます。チョコレートストロベリーフェスティブモカ。これアイスとホットとあったけど、もう寒いのでホットにしました。毎度のこと中身は溶けているであろう。完璧に溶けてる。溶けた中身はこちらです。あのフラペと同じ感じでトッピングがしてあったんやけど、あの高確率で溶けるね。家まで持って帰ってたらね、 100% 溶けるということで、これはエスプレッソとミルクとストロベリー風味のチョコソース。絶対美味しい。いただきます。あたまる。ホイップが全溶けしとるっていうのもあるけど、私の大好きな甘いコーヒーの感じ。こっちはフラペと比べたらストロベリーの感じ甘せんかな。そっか、チョコも溶けてるからより甘くなって美味しいかも。コーヒーとかも基本的に甘いのが好きやから、私には甘めのドリンク飲ませとけば間違いないですね。でもブラックも飲める。というわけでフードたちをいただきます。サラダラップがないからご飯系がこの子だけですね。こちらバジルチキン&トマトモッツァレラ1111111ガマフィローネ。死ぬほど噛んだよね。中身こんな感じ。モッツァレラチーズめっちゃ美味しそう。ちょっと私の天敵の焼いたトマトがいるんだけど、食べれる味なことを願う。温め商品なので温めてきます。ただいま。いや、めっちゃ美味しそう。テロだテロだ飯。いただきます。食べれるトマトだった。ありがてえ。トマトソースうまい。トマトソースには安定の信頼がある。チーズも美味しいけど、鶏もうまい。ローストチキンと蒸し鶏の2種類使ってるらしい。あとね、緑いバジルソースがあるんやけど、これも美味しい。私結構バジルソースファンかもしれん。バジルソースのねサラダとか好き。美味しかった。やっぱ石窯フィローネ、何よりパンがめちゃめちゃ美味しい。ではデザート系をいただきます。でこの端っこのケーキから、チョコオンチョコレートケーキ、2種のガトーショコラ生地とチョコレートホイップクリーム、全体にココア。なるほど。チョコレートであえたサクサクの薄焼き生地が食感のアクセントって書いてる。見えるかな、これやね。いただきます。めっちゃ美味しそう。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。めっちゃチョコって感じでたまらん。このチョコ生地のしっとり軽い感じと、チョコクリームの甘みとコカのちょっとしたほろ苦さと、もう口いっぱいにチョコが侵略してきて、ほんとたまらんですね。うますぎる。お母さん帰ってきた。
お母さんがチョコ好きやからこのチョコケーキ半分残そうかなと思ったけど、ごめん食べるわ。で他の分ちょっとお裾分けするな。次こちらピスタチオクリームケーキ。クリスマスツリーみたいでめっちゃ可愛い。下はスポンジケーキ、なんかでっかいカップケーキみたい。すごい、これ説明がめっちゃ書いてある。ピスタチオペーストマスカルポーネホイップクリームカスタードクリームいろいろ入ってるらしいです。これ半分お母さんにあげていいですか。絶対喜ぶと思うので。おりゃ、切ってみたら中身こんな感じです。めっちゃ美味しそう。このクリームたっぷりさは甘党にはたまらんね。で私はこっちをちょっと曲がっちゃった方をいただきます。あークリームが思ったよりくどくなくて食べやすい。なんかあっさりしとるかも。うん。中がホイップクリームとピスタチオペーストを混ぜたクリームで、外がマスカルポーネやホイップクリームと合わせたカスタードクリーム。ちょっと頭ごっちゃになるけど美味しい。下のスポンジケーキは結構甘いなって感じるから、上のクリームのなんかちょっとさっぱりさ、あっさりさとめちゃめちゃ合う。美味しい。あと振りかかっとるなんかピスタチオかな、これ。これも美味しい。次こちらのチョコレートパウンドケーキいただきます。でもめっちゃボリューミーで結構ずっしりしとって美味しそう。このチョコレートはちょっとお母さんにあげよう。さっきのチョコケーキ全部食べちゃったから。一刀両断。生地にチョコレートちゃんことかが入っとって絶対美味しい。上にかかっとうのストロベリーソースとシュガーコーティングとフリーズドライストロベリー。いただきます。うん、濃厚。ほんましっとり濃厚で、なんか正真正銘のチョコみたいな。正真正銘のチョコなんやけど。溶かしたチョコレートはチョコレートチャンク、ココアパウダーなどを混ぜ込んで焼き上げています。らしい。すごい美味しい。これ一口食べただけすごいなんかボリューム感というか、満足感ある。ちょっと水分必須なくらいの濃厚。でね、今回の新作ホリデーシーズンの新作らしくって、ホリデーシーズンってよく聞くけど、ホリデーシーズンって何ぞやって私思って調べたら、厳密な定義はないが1年の終わりから翌年の初頭の期間の総称である。だから多分クリスマスから年明けぐらいの期間なんかな。でも確かにさっきのピスタチオとかクリスマスツリーっぽかったし納得。私みたいにホリデーシーズンって単語なんか知らんかった人がこの動画見てる、あの3分の1ぐらいはいることを願ってる。いや別に願ってはない。次こちらのクランベリーブリスバーブリスバーブリスバー、なんか発音が全然わかんない永遠に。これあのユミモロちゃんが好きなやつやねっていう認識覚えた。クランベリーホワイトチョコチャンクオレンジピールスパイスクリームチーズホワイトチョコレート、いただきます。うん、おいしい。クリームチーズとクランベリーが最高。生地にスパイスも入っとるからすごいなんかさっぱりというか、甘々せずに食べれてめっちゃいい。クランベリーの甘酸っぱさもあるし、クリームにオレンジピールも入っとるからそれもさっぱりしてめちゃめちゃいい。うん、生地の中にもクランベリーで、このバーシリーズさ、なんかこのサイズ感やからさ、ちょっとなんかおやつ食べたいなって時にめちゃめちゃいいのよね。ホワイトチョコチャンクいた。ホワイトチョコ大好き星人やからたまらん。うん、次こちらの抹茶&コーヒークリームポップ。いやこのアイスみたいなフォルムめっちゃ可愛い。前にストロベリーポップだけ出た時食べたんやけどめっちゃ美味しかった。もちもち食感の生地抹茶、生地抹茶抹茶生地でコーヒークリームをサンドしたスティック付きの焼き菓子。なんか最近変なとこで統治法使っちゃうんやけど、ギモーブベースを混ぜ込んで焼き上げたもちもちっとした食感の抹茶生地。ギモーブベース、そうかっこいい名前のものが入ってるということで、いただきます。うん、うん、抹茶が濃厚。めっちゃ美味しい。うん、外側の抹茶チョコがめっちゃ口どけよくてふわふわの生地と馴染んでうまい。食べかけ見せるので苦手な方は注意です。せーの、はい、こんな感じで横にピーッとコーヒークリームが入ってます。それだけです。美味しい。でも抹茶の風味が強くてコーヒーはそんなに主張してこん感じかも。うん、
生地の説明もちもちって書いてるけど、結構私ふわふわにうわ感じるかも。線がけが落ちました。美味しい。この片手で食べれて汚れん感じがいいね。なんかお家とかで受験勉強を頑張ってる学生にあげたい。ラストドーナツ2個。バタースコッチドーナツ。上がバタースコッチコーティングとアーモンド、中にもバタースコッチコーティングが挟まっとうらしい。じゃあついでにこの子もチョコレートクリームドーナツ。これはもう定番で、私も多分もう3回以上ぐらいは食べたことある気がする。生地もチョコもクリームも全部チョコで美味しいやつ。お腹いっぱい気味なので2つとも半分にしますね。じゃじゃじゃ、おー、バタースコッチクリーム、チョコレートクリーム、美味しそう。じゃあ初見さんいらっしゃいませのバタースコッチからいただきます。めちゃくちゃ美味しい。中のクリーム最高。バタースコッチってあんま食べたことないから何やろうと思ったらめっちゃ美味しい。バターや生クリームなどを混ぜ込んだバタースコッチクリーム、なんやろ、ちょっとキャラメルっぽくもある。すごい美味しい。私バターとかめっちゃ好きやけんさ、やけんスタバのアンバターサンドとかもめちゃめちゃ好き。美味しい。アーモンドもサクサクで最高。下にチョコトッピングがたまっとった。そういえば私ね、10月末にワクチン2回目受けてきて、無事接種完了したということで、で2回目の接種って副反応結構すごくて、熱とか頭痛とかするって聞いとったから、私もやばいかなと思ってご飯とかお薬とか買い出ししてね、備えとったんやけど、マジで副反応全然なくて、熱も1個も出んかったし、頭痛はまあ最近ずっと肩こりの頭痛がちょくちょくしとるから、その程度で、マジでね、もう逆にびっくり。なんなら前日に1日3本とかめっちゃ頑張って編集したり、夜に寝る前真っ暗な部屋で推しのゲーム実況見とったりしたことによる眼精疲労の方がひどくて、眼精疲労から来る頭痛もしてちょっと1回頭痛薬飲んだっていう感じかな。そんな感じのワクチン2回目接種レポです。チョコレートドーナツいただきます。濃厚。でもね、調子乗らず一日ちょっと安静にしとこうと思って、その日はね、ちょっと最近始めた趣味の練習したり、ずっと20巻で止まっとったヒロアカをまた読み始めたりしとりました。今24巻まで読みました。目指せ本誌勢ということで、なんだ、めっちゃリップついとった。ちょっとすいません。というわけで、ごちそうさまでした。はい、というわけで、今日はスタバのホリデーシーズンの新作をドドンと食べたんやけど、めっちゃお腹いっぱい、いい糖分補給でした。じゃあ毎回恒例、今回食べた新商品の中で私が一番好きだったものは、じゃか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 、チョコオンチョコレートケーキ、そしてバタースコッチドーナツ。ちょっと美味しいのが多くて、最近一番が決めづらい。個人的にこの2つがめちゃめちゃ美味しいなと思って、スタバの新作本当に毎回美味しいのばっかで、嫌いなタイプのに出会ったことがないから、本当にいつもいいカロリーを摂取しております。ありがとうございます、スターバックス様。もちろんフラペとモカもめちゃめちゃ美味しかったので、みんなもね、スタバに行った際はぜひホリデーシーズンの新作飲んで食べてみてはいかがでしょうか。というわけで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで今日の動画は終わりです。お疲れ、ありがとうございました。そうで、ワクチンで倒れた時の買い出しで、もし熱も出て頭痛もしたらもう食べる気せんよねと思ったけど、なんかは食べんといけんよなと思って、この煉獄さんの絵柄のインゼリーを買ってちょっと気合を入れとったんよね。もう私が倒れて辛くても、この煉獄さんを飲んでもエネルギー蓄えようと思って。でもまあ飲まんかったのでね、またちょっと私が辛くなった時のために煉獄さんを温存しときたいと思います。ただのインゼリー飲むよりね、元気になる気がするよね。気の持ちようです。お疲れ。